はい、こんにちは、まめと申します。ピエロット実況プレイ続きからやっていきたいと思います。で、なんだっけ、あ、そうだあれでしたよね。で、未だにね、この風船の割り方がよく分かってないんですよね。えへへ、ちょっとため取ってからの、また久しぶりの撮影なのに、確か、そうだね、右下のこれに行くんだっけ？ちょっと待って。どれに行くんでしたっけ？はい。5つの間でしょ？やばい！近づいてきた！どうしよう！巨人の間にまず行きたいんだよね。右腕の塔からここ、あ、右下だね。オッケーオッケー。凶暴な巨人がいるので。怖いな。気候子的な何かがいらっしゃるのかな？よし、オッケーオッケー。いいタイミングで抜けられたよ。これでいいのかな？右腕の塔、オッケーオッケー。いるー、やっぱりジェスター。普通に戦って大丈夫かな。あ、そうそう、あれ、これって言いましたっけ？装備をみんなちゃんと整えてきたんだよね、確か。かなちゃんとサトルさんもこの練習着プラスプラスとリストバンドプラスプラスどっちもつけてます。はいはい。ということで、あれ、前回紹介したっけ忘れてる。あ、電話できない。あ、電話だ。カーテンを調べられることは特にないか。よいしょ。ああ、床の色と一緒になってて見えなかった。お？バーかな？バーでしょ？なんかリーゼントのおっちゃんと、あ、ま、あ、こっち側が、白髪っぽいおじいさんがいる方がマスターかな？マスターに話しかけれた。ん？ゆえ様はいつもおっしゃっておられました。赤い少年は今にも私を殺しそうな目をしており、白い少年は敬愛の目で私を見る。だがどちらも絆からは逃げられやしない。運命の時が来るまでと。どういう意味か全くわからないね、今のところ。団員？ハテナがついてるよ。飲まずにいられるこっつの、誰かもっと酒持ってこいや、こら、みたいな。かなり酔っているようだ。タッチが悪いわね。なんかめっちゃなんか外で、まあいいか。巨人の間に行きたいんだ。この奥なんだろ、通してくれ。行きたいなら通してやってもいいが、命の保証はしないぞ。なんか大げさだな。その割にあっさり通してくれるんだ。私たちを入らせないように封鎖しているわけではないですからね。中にいるやつを出さないようにしてるってことか。そうさ、ビッグは凶暴な巨人だ。くれぐれも気をつけろよ。ありがとう。でもね、外のさ、あの扉が気になるんだね。やばい、出してもらえなくなってるんだけど。マジで出してもらえない。もう行くしかない。行きます。うわー、血だまりが。いいご趣味なこと。うわぁ、ある意味、絶景だね。巨人の間を司るのは、ビッグという狂気に満ちた巨人です。一人目から危なそうなやつだな。はい。狂ったように暴れるので、問題になっています。時には何も関係もない団員を殺してしまうほど。なんだそれ、本当に危ないやつだな。そんな人が5人のうちの1人なの？あんなやつただの変質者だ。どうってことない。でもちょっと怖いな。とにかく会いに行ってみるか。あの布団は使えないんだろうね。あそこになんか魔法陣的な何かがあるから。蓄音機。特に調べられるってことはないみたいですね。じゃあ、これで一応、
戦ったかったか、一応。じゃあ、一応セーブして、一応がさっきから多いな。よし、行きましょう。巨人の塔に。レッツゴー。お？ん？なんだこれ。それで？かなちゃんの首はまだ。なんか、マガ玉みたいな仮面をつきあがって。まだだ。そう。別にいいのよ。落ち込まないで。楽しみがちょっと伸びただけだもの。楽しみだわ。これは、まあいいや。愛しいあの子の首を抱くときが。だがリスト44政治の現在の状況は調べてきた。ええー、そっちはちゃんとできたのね、お利口さんよ。ぜひ聞きたいわ。まだ生きてるんでしょ。リストナンバー44政治は、ゆえ、あなたを探している。ゆえ、この人が団長ってことじゃ。私？なんで、そんなに制裁を受けたいの？自分がリストに載っているのは手違いだと思い、取り消すためにゆえを探している。手違い？面白いことを考えるわね。本当に手違いならよかったのに。まだ生きてるってことは、一人でいるわけじゃないんでしょ？相方の人形アンティーク、さっき言ったあなたの娘カナ、リストナンバー6サトルが一緒にいる。リストナンバー 6？ っていうことはサトルもさ、ピエロゲームに、なんか、昔出されて、死ぬより苦しい制裁を今現在も食らってるってことになるよね。はい。そしてカナが娘？見事に厄介なメンツじゃないの。これも運命？運命なの？5つの間の5人に会おうとしている。現在は巨人の間に入ったところだ。そう、面白いことになってきたじゃないの。リストナンバー44政治には制裁を下さないのか？まだその時じゃないもの。私の愛しのカナちゃんも今は首を取るのは難しいわ。でもチャンスは来る。その時は必ず取ってね。了解した。政治君に制裁を下すのが先か、カナちゃんの首を取るのが先か、ほんと楽しみだわ。これからもよろしくね、葵。あたしのおもちゃ。なんだろうね。なんだか謎が。なんかこの民族っぽい曲ちょっと好き。まって言うから。部屋か何かと、何かかと思ってたのがまるで森だな。私も中に入ったのは初めてです。なんか気味悪いな。早く巨人さん探して戻ろうよ。そうだな。本当に完全に貴公子が出てきてもおかしくないぞこれは。あー、右左も行けちゃうんだ。迷いそうだから真ん中をまっすぐ行けないが、行けない、行けなかった。じゃあ右、ずーっと右に行こう。あっちは石で塞がれてるから、ブブブ、壁に右手をついて歩くような感じで。この風船の割り方が分かんないよ。どうしよう、未だに分かんないよ。これなんかいけそう？いけない、いけない。なんかね、なるべく敵とは戦わずに行きたいんだよね。行った瞬間から戦う。つると大蛇じゃ。つる？これも敵なの？でもこいつがなんか毒攻撃してきそうで厄介だから、まずはこいつを倒しておこう。はい。オッケー。お前たちも攻撃してくるの？なんてやつだ。
麻痺とかさしてくるんですけど。すごいね、なんか生きてるんだね。字が重く上がる。お、ポコアポコ。ポコアポコってさ、楽譜のさ、あれじゃない？記号じゃないけど。そんな感じだよね。もう意味忘れちゃったけど。あ、何か光ってる。心の結晶？なんだ？心の結晶。優しい心が溢れている。なんかセーブしたいね。なんかこんなね、大切な、なんか、貴重アイテムを手に入れたっぽいから。くっついていけないの？いけないのか。ちょっとセーブしてから、今度は左側を見に行きたいと思います。戦いたくない？なんかスルースキルちょっとついてきた？オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。セーブだけして、特に食らってないから、ほい。上書きしてもいいよね。めっちゃ噛んだわ。巨人の間。つい！え、コブラ、大蛇とコブラか。まずは、まあ、あ、待って、コブラを先にした方が良かったかな。ああ、2連続攻撃か。コブラを先にしとけば良かった。え、コブラ強い、コブラ強い、コブラ強い。さすがコブラという名前なだけあるわ。またさらに強い装備とかないのかな。どうやって避けよう。こっちに引き連れてピッ。オッケー。左。あっちは細い。いけないんだよね。あー、絶対にこれ、絶対に無理だね。ダメだった。まあでも、先に倒せる方から倒していった方がいいよね、こういうのは。受ける攻撃をなるべく少なくしたいもんね。すごいね。ヘビって超苦手なんですよね。にゃん。あっちからも来てる。あ、こっちにもある。あっちにもこっちにも。何か光ってる。心の結晶。これを集めてこい的な感じなのかな。おいでおいで。待って、木で負けると思ったら木からあっち行けなかったっていう。なんてやつだ、まったく。心をなくしてるから暴れ出してるってこと？よくわかんないね。よしよし、オッケー、生き延びた。お、セイジさんレベル上がった。ポコポコってなんだろう。そうだ、ポコアポコ。間違った。特殊技能で、ポコアポコ。敵全体を毒状態にする。いいね、いいね。こいつはなんか補助系の、ね、白魔導士的な感じ。岩？めっちゃ歩いてたけど岩だったの？まあそこは気にせず戦っていきましょう。岩だね。どうやって攻撃してくるんだよ、岩。岩は身を守ってる。トランセルか。トランセルなのか。硬くなっていくのか。限界まで硬くなるのか。あ、やっぱさ、岩だから、なかなか攻撃力が、こっちの攻撃が、なかなか当たらない感じですね。よし。セーブしていちいちセーブに戻ってごめんなさい。でもね、あれ、こんなとこ来たっけ。あ、わかった。この心を集めたから、集めたからこのまっすぐ上が行けるようになったってことか。でもさ、ああ左のさ、上か何かないのかな。ちょっと見てから行きたい。神回避。これは何もないのかな。あ、やばい。あ、何もない。どうしよう。下におびき置いてみ。オッケー。オッケー。じゃあ、上に行きましょう。よしよしよし。この
まだいっぱいいる、いっぱいいる、いっぱいいる。まぶしい。いきなりどうしたんだ。心の結晶が光ってる。おじいちゃん、ビッグのおじいちゃん、抱っこして、肩車して。おじいちゃん、次のステージも頑張ってね。おじさんだってな。ビッグのおじいちゃん大好き。団長、お言葉ですが、私は5つの間に、間にはふさわしくありません。あら、どうして。優秀な団員と認められたことは大変嬉しいのですが、私は最低限の訓練しかする気はありません。私はただの大男です。5つの間の席はもっと若くて有望な団員にあげてください。向上心がないのは団員として致命的ね。何があなたをそこまで落としたの。私は訓練よりも小さな子の相手をしている方、時の方が楽しく感じています。本当はこのサーカス団にいるべきではないのかもしれない。そう、あなたは子供好きな優しい人なのね。私とこのサーカス団よりも子供を取るのね。いえ、サーカスは好きですし、団長も尊敬しています。ただ私は5つの間にはふさわしくないと。いや、そんなこと聞きたくない。あなたは私を侮辱したんだわ。団長、ひどい、ひどいわ。あなたも私を選んでくれないのね。悪い団員にはお仕置きしなきゃね。団長、ピエロゲームだけは。もう遅い。ナンバー31ピック、リストナンバー31ピック、制裁内容、子供を嫌いになること。なんちやつだ。心の結晶が割れちゃった。今のは一体。いっぱいいる。さすがにこれはアンティークちゃんのあれを使おう。全員攻撃。カナちゃん何か持ってたっけ。思いっきりつついてダメージを与える。コブラにちょっと入れとこうぜ。毒はいいかな。サトルさん普通に攻撃してもらおう。どうする。いいね、アンティークちゃんやるわね。お、麻痺させた。いい子、いい子。なかなかいい感じですね。ただね、体力とかいろいろもろもろ回復したいよね。お、微笑みを覚えた。怖いね。ある意味ちょっと怖いぞ。はい、セーブします。微笑みってちょっと見てみたい。アンティークちゃんの微笑みかける攻撃、単体攻撃か。すごい強そうだね。うっしゃい。はあ、この人か。でかっ。本当に巨人だ。鎖で繋がれているのね。これも、暴れるから。おい、こいつ両腕がないぞ。うわぁ、痛々しい。どうしたんだろう。ん？お兄さんたち何しに来たの？え？この子も団員なのか。子供の頃から訓練を受けるのはよくあることだ。私も生まれた時からこのサーカス館にいた。あんたが遅すぎるんだよ。あ、そうなのか。お兄さんたち、ビッグのおじちゃんに会いに来たの？ああ、ビッグに聞きたいことがあるんだ。ビッグのおじちゃん、怒らないでね。ん？おじちゃんは悪くないの。一緒に遊んでくれたんだもん。
どうやら一概に凶暴な巨人とは言えなさそうだな。ビッグ、彼もまた過去のピエロゲーム対象者でした。ただ現在凶暴なことには変わりはありません。エリの他に誰かそこにいるのか、ビッグ。うん、おじちゃんに会いに来たんだって。誰でもいい、ここにいたら殺すぞ。物騒な。お前にもいろいろ事情があるんだろうけど、ここで殺されるわけにはいかないんだ。聞きたいことがある。団長がどこにいるか知っているか。殺してやる、殺してやる、殺してやる。お前らみんな殺してやる。え、なんで。話にならない。あんた一生ここで鎖につながれてないわ。そうですね。こちらとろくに会話する気がないのなら仕方ありません。セイジ、ここにいるのは危険です。戻りましょう。お前が制裁を受けたのは聞いたけど、こんなとこに閉じ込められてんならどんなに優秀でもステージに立てない。もったいねえことしてるよ。お前に何がわかる。殺す。二言目には殺すやね。え？え？スタとビッグ？マジで？とりあえずじゃあまずスタをやっときましょう。一応みんな毒状態にしとくか。ビッグ効かないの。ポカーとか意味ねえ。とりあえずうわサトルやばいね。サトルの HP じゃない、 MP は回復用、回復にとっておきたいからもう使わない。麻痺、かなちゃんが麻痺か。とりあえずツタを全部排除してから、やばい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 、嘘嘘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 でしょ。戦闘不能からのあれあったよね、気絶状態。これだ。おお、え、なに、気を溜めているってめっちゃ怖いんだけど。ね、じゃあビッグで、サトルさんはアイテムアンティーク。OKOK よし、あとはステージなんか特殊能力かな。ミミィちゃん使ってアンティークは微笑んで、サトルさんはアイテムをセージに。えい。ビッグは力を貯めてる。超怖いんだけどこれ。サトルさんは今攻撃でいっか。えい。かなちゃんがちょっと危ういから、ミミィ、微笑み。かなちゃんの麻痺ってどうやって取るんだろう。なんかあるっけ、アイテムで麻痺を取るの。ないよね、ないか。とりあえずじゃあ、つらいな、かなちゃん早く動けるようにならない。よろめき、よろれ。アンティークしか今、まともに戦えない。いや、どうしよう。いや、ポケミ。ビッグは力を貯めて、怖いよ。アイテム、反則で、40ポイント回復だもんね。もったいないな。まだいいか。まだいいや。サトルさんも自分が危ない。自分オッケー、生き延びた。真実の石を入手。カノは7にレベルアップ。サトルも7に上がった。
腕がないのがハンデだったな。こんな腕ない方がいい。腕があったらとっくにサーカス団の人間を皆殺しにしてるぞ。なんでそんなこと思うの？制裁を受けてから子供を見るとイラついて仕方ないんだ。ぐちゃぐちゃに殺したくなる。それで目隠しをしているのか？でももう遅い。何人か殺しちまった。だから今しめに両腕を切られた。葵に？ああ、かなちゃんの首を狙ってる。葵ってあの目つきの悪い銀髪の奴もしそうなことだ。だが腕を切られた後も体は言うことを聞かない。一度人を殺すと快感を覚える。殺戮を繰り返すうちに止まらない。もう今じゃ子供じゃなくても人間を見るとイラつくんだ。殺戮の中毒ですね。残念ですがこれも彼の運命だったのでしょう。運命で全てを片付けるのよ。もしかして団長はこうなることを分かっていたのか？お前も対象者なら制裁からは絶対に逃げた方がいい。団長について言えるのはそれだけだ。早く行ってくれ。お前らを殺したくて仕方なくなる。分かった。聖司、次の間に行く前に必ず私の部屋に戻ってください。なんでだ？休めるのはあの部屋しかありませんから。いつ何が起きてもいいように回復はまめに行ってください。お前の部屋を拠点に行動するのは、行動するのがいいわけか。早く行け。はい。エリちゃんだっけ？ずっとここにいるのか？うん。だってピックのおじちゃん好きだもん。きっとまた遊んでくれるもん。そっか。エリちゃんがいてくれるから巨人さんは心までは奪われなかったのかもね。体は拒否反応を起こしても心の奥ではまだ子供が好きなんだよ。巨人さんがなんか、巨人さんがなんとか理性を保っていられるのはエリちゃんのおかげだよ。ならいつかビッグが一緒に遊んでくれる日も来るかもな。うん、そうだ、これあげる。空気マスク拾ったの。エリは使わないからあげる。ありがとう。それじゃあ急ぐから。またね。取れるのね。はい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 。よしよしよし。かあ、絆創膏結構役に立ちましたね今回。ということでちょっと長くなっちゃったのでここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では次回もまたよろしくお願いいたします。ではバイチ。